ヤギ兵株式会社は、医療品、寝具、雑貨等の製造、販売を行う総合繊維現金卸し商社である。本社は、愛知県名古屋市、中区。ファッション医療、実用医療を中心として、新装寝具、服飾雑貨、事務備品などの生活必需品を取り扱う、総合繊維現金卸し商社。名古屋式経営と呼ばれる堅実経営によって、 培われた信用力を背景とした指令を行い、同社の東京、大阪、名古屋の店舗を通じた小売店への全国販売網を構築している。なお同社は、名古屋市との大規模災害時の支援協力に関する覚書締結に基づき地域、防災協力事業所として登録。国際芸術祭愛知トリエンナーレでは、社屋の一部を会場として提供するなど地域、 貢献活動を行い、2012年地域清掃活動に尽力した企業として、名古屋市より表彰されている。八木兵は、1940年に、名古屋市が各東洋町にて創業。1948年、現在の繊維ン屋街、長者町鮮以街に移転。八木兵名古屋店日本の漫画作品、うさぎドロップの登場人物、河内大吉のアニメ版での勤務先は、 医療品メーカーの建物外観衣装がヤギ兵名古屋店と告示しているヤギ兵株式会社イコールイコール名古屋のアパレル総合商社イコールヤギ兵株式会社2014年12月7日閲覧強い卸問屋が小売業を支えているアパレル業界について詳しく紹介するサイトアパレル業界の現状や特徴を詳しく紹介するサイト 2014年12月7日閲覧地域防災協力事業所表示書の交付事業所、一覧。名古屋市。2015年6月3日閲覧会場アクセス。愛知トリエンナーレ2013。愛知トリエンナーレ実行委員会。2014年12月7日閲覧名古屋商工会議所月報。名古屋10月。国立情報学研究所。 2015年5月10日閲覧。沢井鈴一の、俗名でたどる名古屋の町第6校ネズミ坂、イタチ坂第2回、東洋通り、NETWORK2010.ORG。2015年4月21日閲覧。ニュースレターボリューム85パーソン私のお気に入りの場所。公益財団法人名古屋町づくり、公社名古屋都市センター。 2014年12月7日閲覧。八木兵の経営の歴史。長者町インターネット放送。長者町インターネット放送。2014年12月7日閲覧。日本三大戦意東野外の一つ。名古屋長者町通り。集落町並みウォーカー。2014年12月7日。閲覧。八木兵株式会社イコールイコール名古屋のアパレル総合商社イコール。 ヤギ兵株式会社。2014年12月6日閲覧。ヤギ兵株式会社イコールイコール名古屋のアパレル総合商社イコール。ヤギ兵株式会社。2015年3月21日閲覧。ヤギ兵株式会社イコールイコール名古屋のアパレル総合商社イコール。ヤギ兵株式会社。2015年3月21日閲覧。 広報名古屋平成24年5月号。名古屋市。2015年5月4日閲覧。東京店ヤギ閉株式会社イコールイコール名古屋のアパレル総合商社イコール。ヤギ閉株式会社。2015年3月18日閲覧。大阪店ヤギ閉株式会社イコールイコール名古屋のアパレル総合商社イコール。ヤギ閉株式会社。 2015年3月18日閲覧。名古屋店ヤギ兵株式会社イコールイコール名古屋のアパレル総合商社イコールヤギ兵株式会社。2015年3月18日閲覧。私の歩んだ道、新年の人生、1993書史詳細、国立国会図書館サーチ。国立国会図書館。2015年6月14日閲覧。ありがとうございます。